どうも、大江千里です。ジャズピアニストです。言うとりますけど、まあでも前回ボーイズ&ガールズで、ポップミーツジャズ、ジャズミーツポップというコンセプトで、かっこ悪い振られ方とかありがとうとか言うとかね、住人というのもジャズにして、まああれをジャズにできたことによって、なんか今回6枚目のっていうアルバムが、そうか、そういうことだったんだ。なんかアメリカにジャズの大学に入ってずっとピアニストとしてやってて、いや俺はジャズをやるんだっていうのが、なんかどっかでこう力がこうガッてこうムンムンっていうところがあって、でもそのボーイズ&ガールズを作ったことによって、なんだ俺は俺じゃない、音楽をやってるんだっていう気持ちで、ふわっとジャズの土壌に立った時に生まれたのがこのフームです。僕個人的には、人生の中でいろんなこう辛いこととかもあった時期に作ったアルバムで、逆にだからジャズがキラキラして輝いてる、そんな内容です。ツアーで、もうすぐ、日本に戻ってまいります。ソロピアノとして仙台、博多、熊本、広島、静岡、そしてロス・ペダーソン、ドラマ、マット・クロージ、ベース、千里大江、ピアノ、このトリオによって透明版やりますんでね、皆さんどっかで必ずお会いしたいと思います。なんか今僕はきっとこれから、千里ジャズと呼ばれそうになるところに向けて、なんか始まって、こうは走り始めたところだと思うんで、今、まあ、アメリカとかヨーロッパとかいろんなところでこう頑張ってきた現在の大江千里の音楽家としてのですね、空気感、生で僕が奏でる心の詩、ピアノをぜひ聴きに来てください。みんなに会えるの本当に心から楽しみにしてます。大江千里、2月の後半から3月にかけて日本を駆け巡ります。お楽しみに。イエーイ。